ってきた人は静かに持ってきてください。皿が4枚あります。その上にリンゴが3つずつ乗ってます。ここにまず絵を描いて、それで掛け算の式を書いて答えを書く。いいですか。今度見てくださいよ。お皿が4枚あります。リンゴが3つずつ乗っています。リンゴはいくつですか。掛け算の式と答えを書いてください。途中で森田君持ってきてください。竹本君途中で持ってきてください。途中で小島さん持ってきてください。おいで。お皿が4枚あります。竹本君、森田君持ってきてる。リンゴが3つずつあります。全部でいくつですか？式と答えを書いてきてください。はい、小山さん持ってきてください。お皿が4枚あります。リンゴが3個ずつ乗っています。みんなでいくつですか？やってみてください。お皿が4枚あります。リンゴが、菅原さん持ってきてください。全部でいくですか？きっと答えを書いてきてください。お皿が4枚あります。リンゴが3個ずつ乗っています。リンゴは全部でいくつですか？きっと答えを書いてみてください。鉛筆持ってこないでくださいよ。お皿が4枚あります。リンゴが3個ずつあります。いや、そうじゃない。式を書くそうなのにね。式だけ書けばいいよ。で、今度そこの式、3×4 とかもんじゃないのかな。
かける8なんだよな。全部逆だ。ね、6かける5。じゃあ今度は問題を作ってきてください。7かける4のお話を、問題を作ってください。絵でもいい。絵じゃなくてね、言葉で書いてください。あなたは8かける6のそこにお話を書いてください。問題作りです。どうしたって？で3週目に渡したいから4週目に渡してるはず。5のお話を、問題作りを自分で考えてお猿が8枚の、本当は6枚なんだよな。それにリンゴが8個ずつの6脚なんだよな。今度はお猿の問題です。